立憲民主党の代表選をめぐり泉政調会長が今日正式に出馬を表明しましたこのほか大阪前政調会長や西村智奈美氏も出馬に向けて最終調整に入っています党改革の先頭に立ちたいということで私は今回立候補をさせていただく決意を今しております 泉氏は党改革の姿勢を強調した上で、党の人事では女性議員の積極的な執行部への登用などを掲げ、挙党一致の人事を行うとしました。代表選をめぐっては、午後に大阪前政調会長も正式に出馬表明を行うほか、出馬に向けて最終調整している西村智奈美衆院議員も記者会見を開きます。立憲民主党のの代表選は、この3人によるる争いいとななが大きくなっています。